しがらないで、もじもじしないで、おねんねね。あらまあどうして？けどでもわかるけど男の子でしょ。だからね、こっち向いて。わしの予定はと、やれやれ、は事件もなければ予定もない、は予定のない人生なんぞどんな意味があるんじゃ。要するにムーミン谷はわしのような人間を必要としないほど平和だということじゃな。はあ、これは実に喜ばしいことである。まあ、しかしこのわしはどうじゃ。わしの人生は何の働きもせず、ただ年を取れというのか。いや、事件なんぞというものは座っていて転がり込んでくるものではない。この広いムーミン谷のどっかに真にわしを必要とする人間がいるかもしれんのじゃ。さて、うん、うん、モグラに驚いてるよ。うん、何じゃ何じゃ、何か事件が起きたんじゃな。うん、メソメソのやつがモグラに驚いただけだけど。何、モグラ、よし、そのモグラを引っ捕らえてくれ。でも所長さんがお出ましになるほどのことはありませんわ。うん、そのようじゃな。ん、事件ですと。おう、そうそう、そういえば何かありましたかな。ママのハンドバッグが紛失しましてね。ハンドバッグの紛失、うん、これはまさしく事件だぜ。おパパ、あ、ハンドバッグありましたよ。私とおっちょこちょいですわ。ゆうべ棚の上に乗せといたのすっかり忘れてしまって。あら、あなたのご出馬を仰がなくても解決したようですな。ああ、所長さん、お茶でも入れますから。それはいい、私も一息入れたいと思ってたとこだ。はい、はい、いや、せっかくですが今はお茶をいただくところではないんじゃ。失礼。おっちに、おっちに、おっちに、あ、ちっとっと、ちっとっと、ちっとっと、あの、ちょっとスニフ。いや、あの、違うったら、ほら。ちょっとちょっとスニフ、あんた何かいたずらしたんでしょう。いや、あの、しないったら、あの、ミーこそ何かやったんじゃない。冗談じゃないわ。ミーは何もやましいことなんかありませんからね、だ。所長さん、なんかご用なの。いや、なに、別に。だったらさっさと行ってよ。気が散って遊びやしないじゃないの。あと、あと、あと。あの、もしかしたら僕たちと一緒に遊びたかったんじゃないのかな。やれやれ、やっぱりわしという人間はこの谷に必要ではなかったんじゃ。わしがここにいる理由は
全くないっちゅうわけじゃ。ビトンと。聞いちゃった聞いちゃった聞いちゃった所長の独り言聞いちゃったもんね。ビトン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 。何が何でも出てっちまうぞ。何たって世界は広いんじゃ。おい、きっとどっかにわしの大活躍できるところがあるに違いないんじゃ。それを思えばこの住み慣れた土地を離れるぐらい何ほどのこともない。そうと決まったら善は急げじゃ。いっとっよいしょんどこじゃ。何もそう急ぐことはないで、明日の日の出とともに旅だと。という次第でガスよ。初めね、我が輩は喜んだね。なぜって警察署長がいなくなりゃどんな悪さもいたずらも大っぴらにできるでガスからね。しかし署長さんの寂しそうな姿を見てるうちに明日の気持ちは変わったでガス。たとえ叱られたっていいから署長さんにはここにいてほしい。できたらなんとかお引き止めしたいってね。我が輩らしくもないでガスがね。どうも、僕はスティンキーに賛成だけど。私も賛成だわ。何同じく。みも賛成。それじゃでガス、これから大切な相談があるんでガスよ。大切な相談って？ねえ、はて、風邪をひくような陽気ではないのにな。さらばじゃ、さらば緑のムーミンダニよ、さらばムーミンダニの住人たちよ。よし、それで決まった。サネサネ。じゃあ後でね、約束の時間守るんだよ。オッケー。任しとき。私も大丈夫よ。いいね、誰にも言っちゃダメだよ。僕たちだけの秘密だよ。了解了解。ビトンビトン。ムーミン、こっち向いて、恥ずかしがらないで。もじもじしないで。眠る所長じゃない、眠る所長、眠る所長。しっかりしてください。所長、所長さん。何してるんですか。これはこれ、これは皆さん、お揃いでいかがなさい。なんと、所長、言うなればあなたはちっとばかりのんきすぎやしませんですか。わし、のんきでした。所長にはあの音が聞こえんと見えますな。なら、こら、そういうもんなんじゃろう。所長、事件です。これは事件ですぞ。ええ、のんのんとうちのムーミンがまだ帰ってないんですよ、所長さん。今までうちを開けたことのないあののんのんがですぞ。ミーもいないんです、所長さん。
出入不能じゃ。なんじゃと、4人の子供が行方不明。これはどえらい事件じゃ。あ、皆さんどうか安心してこのヘムルにお任せください。まずあのうるさい音の正体を突き止めねばならんな。皆さん、ここでこうしていても始まらん。うちに帰って吉報を待つとしましょう。ヘムル所長は信頼のできる男です。何度も難しい事件を解決している。今度だって大丈夫だよ。まあまあ。ムーミンパパ、よくもそんなのんきなことが言えますですね。我が最愛のノンノンが行方不明なんですぞ。スノーク、心配なのはみんな同じじゃ。あんたは黙っておってください。言うなればあなたは野次馬なんだから。にしてにしてに、うちに帰って下手なホルンでも吹いてないんでしょうが。もう下手なだけ余計じゃ。下手だから下手だと言ったのが何を悪いんですか。お二人ともやめてください。喧嘩する必要はなさそうですよ。ムーミンマ、ノンノン、皆さん、事件は解決しました。ムーミン無事だったのに。よかったよかった。ノンノン、心配おばかけよってくる。みー、どこも怪我はない？ヘムル所長ありがとう。ところで事件を解決したと言いますと？さよう。解決したことはしたんじゃが。早く言ってください、その憎き犯人を。いや、実はその言いにくいことなんじゃが。この子供たちが犯人でしたよ。ほう？ま、間違いだ。何かの間違いだ。ね、ノンノン、そうだろ。許してお兄さん。いや、許してなんぞと。あった。本当なんだよ、スノーク。僕たちがガラクタを集めて音楽会やったの。人の迷惑も考えずにかね、ムーミン。ごめんなさい、パパ。これから先は私の出る幕はなさそうじゃな。お目玉なり、お説教なり、たっぷりお仕置きをしてもらうことじゃ。え？みんな、どんなことがあっても喋っちゃダメだよ。おやすみなさい。なんかまだ信じられんな、なれんな。では、我が輩も。待て待て。お前たちは、わしが預かろう。何で？ささやかな食事だが。これを食べてお帰り。であの、でも。お前たちのようないたずら者がいる限り、わしゃなかなか楽はできんて。これだ。いい。こんなとこに閉じ込めて、大人って分かってないんだな。学校を信じられんというか、止まりきれないって。いいですか、ノンノン。僕が怒っているのは、どうしてあんなガラクタを使ってやったかということです。あんな古バケツや空き缶で絶えなるメロディーが出ると思ったんですか、一体全体。え？ははは、投げらかわしい。ご先祖様に何と言い訳すればいいのやら。お腹空いたよ。お腹入れてよ、もう。いくらわめいたってダメよ。ミーはちっとも反省してないんだから。そしていつまでも待ってなさい。反省なんてちゃんちゃらおかしくて、ミーは人助けのつもりでやったんですからね。ラビーレ、人助けですって。ミー、それ何の。
いいから聞いてほしかったんです。うん、いい話ですね。子供たちなかなかやるじゃありませんかねえ皆さん。さよう、子供心のいじらしさに私はもう、うん、うつ。かくなる上は真実をヘムルさんに知らせて子供たちの誤解を解かねばなりませんぞ。みー、じゃあ全部喋っちゃったの？うん、ごめんけ、つい口が滑っちゃったんだもん。ダメじゃないか。あ、バタンだ。一体どうしたんだろう。もしかしたら所長さんのところへ。あよくよく考えてみるに、ムーミン谷ほどわしに適したところはないけ。お、ヘムル所長、ヘムル所長、言うなれば私は真実の使者でございますですぞ。真実の使者。おいちに急げ。よっしゃ。なんと、あの事件にはそんな裏があったのか。泣ける話じゃありませんか、子供たちの優しい心に。けしからん。いや、なんたるけしからんと言って、何かお気に障るようなことを私めが言いましたですか。スノーク君、わしはやっぱりここを出ていくよ。子供たちの同情を受けてまで踏みとどまろうとは思わん。待ってください。言うなれば、しばし待ってくださいませんか。その、つまり、なんというか、なんとか、まったく情けない。なんということじゃ。ヘムル所長。いや、皆さん、いろいろお世話になったら、今日限りおさらばじゃ。所長のお怒りはよくわかります。しかし子供たちは彼らの善意でやったことなんです。要するにわしのごとき人間はムーミン谷では無用の長物。わしをもっと必要としている場所がきっとあるに違いない。わしはそこでバリバリ働きたいんじゃ。しかし所長。ヘムルさん、お引き止めは無用ですぞ。あんな物分かりの悪いヘムル所長とは思わなかったですぞ、本当に。いや、私には分かるね。あの人の気持ちが痛いほど分かるんだな。あの人は言った。自分を必要とする場所を探すと。考えてみれば私とて同じことだ。日がない一日、売れない小説を書くことで、私は貴重な時間を食い潰していたのかもしれん。まあ、同感です、ムーミンパパ。わしとて蝶の採集やホルンで作曲すること、これに一体どんな意味があるというんじゃ。おっと、ヘムル所長のノイローゼが移ったようですな。なるほど、身につまされる話だ。どうしたらいいと思う、スナフキン。難しい問題だね。ムーミンパパ。もちろんです。さあ、先を急ぎましょう。絶対に引き返しませんからな。どうぞご随意に。お元気でな。わしたちあんたと同じ気持ちになったんですよ。じゃあお先に。どうなっとるんじゃ一体。まあ、めちゃくちゃ模様じゃて。ヘムルさん、私からもお願いします。ねえ、早く目つから。じゃあ。そうですか。それがあなたの気持ちに忠実ならば仕方がありません。大事件を扱うだけが警察官の仕事ではないはずです。ヘムルさん、
困ってる村の人の頼みを聞いてやるのも立派な仕事ですよ。十分に価値ある生きがいですよ。追いつきましたな。旅は一人でも多い方がいいというもんじゃ。何を寝ぼけたことを言っとるんじゃ。すぐわしと一緒に戻るんじゃ。は？何ですと？ヘムレンさん、谷を出るならムーミン谷の町を取り尽くし、町を千曲ぐらい作ってからでも遅くはあるまい。美しい町を求め作曲三昧の毎日、一体どこに不満があるんじゃ。ムーミンパパ、わしはあんたにもっと腹が立つ。ムーミンのような子供をわしを引き止めたいばっかりに事件まででっち上げた、あんないじらしい子供たちを残してあんたは旅立てるんですか。あ、所長、あの時どんなにわしが嬉しかったか。わしは心の底から生きていてよかったと思ったんじゃ。しかし利益がかり上、わしはどんなことがあってもこの谷から離れんぞ。パパきっとお戻りになるわ。ありがとう、ノンノ。やっほー、みんな帰ってきたよ。パパもヘムレンさんも帰ってきたんだ。わーい、バンジョーイ、よかった、よかった。パパ、おかえりなさい。書斎の掃除はできてるかね。もちろんですわ。いつでもお仕事に取り掛かれるように。涙を拭きなさい、子供たちが見てます。ほんぶん、大人ってどうしてはわからないことするんだろう。ほんとほんと、出て行ったりまた戻ったり変だわね。ほんとに君たちも大人になればわかるさ。ある意味で大人は子供よりもっと子供みたいになることがあるんだよ。ますますわかんないや。あれ以来パパたちは変なんだ。どう変なんだい。それがね。人が変わったみたいに張り切っちゃってるのさ。さっぱりわからないや。変なものか、当然のことだよ。ふっ、大人って勝手なもんだわ。おいおい、み、僕に当たることはないだろ。ごめんごめん、許して。みーったらもう。ねえムーミン、こっち向いて。恥ずかしがらないで、もじもじしないで。おねんねね。あらまあ、どうして。けどでも、わかるけど男の子でしょ。だからね、こっち向いて。